こんにちは、こんばんは、やさむるです。今回は、わだつみ杯同キャラ禁止に挑戦していきたいと思います。で、今回のランキングダンジョンは、前々回かな？前々回のサタン杯と同じ読みドラでいきたいと思います。読みドラが結構いい働きをしてくれるので、読みドラさんで挑戦していきたいと思います。こちらのパーティーで挑戦していきたいと思います。さつきがね、さつきが、紙タイプがついてないから、一応その読みドラの 1.5 倍っていうところが恩恵はないんだけど、あの水ドロップとお邪魔ドロップの変換がついてるっていうところでの採用で、あと7ターンで打てるから初ターンで打てる、っていうところでこの編成でいきたいと思います。では挑戦しましょう。よし、5つあるね、あるね。これはもうこれで、で、カストルを使います。もう時間重視でいきましょう。やっぱりね、でも喋りながらね、やるっていうのはちょっと緊張はするけれど。よーし。で、ここでね、闇が結構降ってくれてたら、まあ嬉しいんだけど、まあ3回ぐらいやろうかな。自分ね、ここでちょっと時間かかっちゃうんですよね、悩んじゃう。で、4つあるから、4つだと読み取られ大丈夫かな。ここがね、5-4組まないと倒せない感覚。ほう、よし。でもこれだとね、ちょっと時間遅いんですよね。なるほど。で、サツキを使います。オッケー、よし、いけるでしょう。で、カストルが戻ってきて、ここは5つ消しだけで突破できたような気がするぞ。ドヤさん、オッケーオッケー。で、次カストル使っての、なるほどね、なるほどね。ここ使います。なるほどね、突破できると思ってたやつだ。まあしょうがない、1回目だからしょうがないや。だいたい一応160秒台では終わりたいなっていう感覚はあるんで、160秒台は目安でやってはいるんですけど、一応今回はクリアします。とりあえずクリアして、1回目よりかはタイムを良くするようにしたいと思います。もうでもね、1回のミスがね、1回のミスが本当にやられちゃうからね、本当タイム取られちゃうから。あと気づいたのがね、こう今こう横にの上に突けししたんですけど、その5つ消しの形をいろいろと作れるようにするっていうか、まあできると、まあ、少し時間が早くなるかなっていう。あ、これだと落ち込ん、なるほどね。もう超吸収されるね、まあ、しょうがない、しょうがないです、しょうがないです。まあこれは一応だから、これでもう5つ消しになってるから、こういう風にL 字とか T っていうのかな、 L 字 T 字、あとは横縦とかでこう組めるようにすると、少し時間は早くなったと思います。で、一応ね、今の最高の点数がどれぐらいだったかな、10万ちょっとかな。まあこれはまあしょうがないとして、一応10万5000点か。あ、ちょっと高くなったな、ボーダーラインが高くなっちゃったな。まあだけど、まあいけなくはなさそうな感じはしてるけど、 いつもここら辺なんだよねっていう感じなので、まあでももう一度いきますか。では2回目いきたいと思います。ちょっとスタミナが2回分おかしいんですけど、そこはちょっと気にしないでいきたいと思います。気にしないでください、ちょっとミスっちゃいました。
お、盤面いいぞ。ちゃんとね、位置付けししてからの開始。右に闇がね、あったと思うんだよね。一応、あ、読みドラ溜まってないんだ。よし、ちょっとね、今時間かかっちゃったからそこはマイナス点だけど、読みドラで盤面頑張って、読みドラ、はい、1,2,3,4,5,6,7、 まあサツキかな、サツキしかないな、サツキ使います。どうや、よし、 OK。 あのね、さっき2回分はね、あの位置付けしできたと思ったら位置付けしできてなくて、オッケー、それでちょっとねグダグダしてたっていうのがあったんで、そこはもうあの丁寧にカットしました。カットしてます。よし、ちょっとね時間は遅いんですけど、すごい、うん、そういうことじゃないで、カストルが溜まってるから、ここでもね、チャージでいいことを溜まっていくから、そこはね結構いい。いい感じではあるとは思うんだけどね。よし、でここが一応ね最大、まあ、ダメージというか、まあでも光のね、あの子のところで狙ってはいいと思うんだけど、ちょっとさ足りないじゃん。落ち込ん、落ち込ん、あー、なるほど、ここはもう結構運あるからさ。あ、これはまあまあまあ OK でしょう。でもさっきよりか全然タイムが早いから、まあ、さっきはもうゆっくりやってたけど、よし、じゃあ最後のチャレンジ3回目いきましょう。一応点数だけ見ましょう。8万ちょっとぐらいかな、これだと。はい、8万いくつかな、9万ぐらいか、9万3000。よし、ではもう一回ラストいきたいと思います。では最後のチャレンジいきたいと思います。ちょっとねスタミナがおかしいんですけど、そこは気になさらないでください。では行きましょう。何回もねミスしちゃったのと、録画エラーも重なりながら、よし、サツキ使います。なのでちょっとね、もうねクリアできればいいかなって若干思っちゃってる。よし、で読みドラかな、読みドラ使います。よし、オッケー。で5つあるんで、5つかな、オッケーオッケー、5つでいきます。よし、ありがとう。1,2,3,4,6 か、だから読みドラ使って、ほい、あ、これ倒せないかな、まあこれはいけるかな、オッケーオッケー、いけるいける。よし、さっきもねミリ残しばっかりしてて、よし、カストル、へい、決断しちゃったけども、でもサツキが使えて消して、で読み取れたかないから、ここでちょっと闇が、闇5つか、これね闇5つじゃ抜けないんだよね、あの子。
抜けないんだよ。まあいいや、ちょっとクリアすることだけを目標にします。ちょっとね、私ね、心身ともにやられちゃいました、かなり。よっしゃー、闇消えたー、よかったー、よかったー。これランキングダンジョンで、これで喜ぶの面白いけど、お願いします。オッケー、ちょっと時間かかっちゃいましたけど、最後よし、ありがとうございます。よかった、終わった。疲れた、すごいミスしてたから本当に。まあ、でも一応3回、まあ3回じゃないんだけど、やったのは一応この動画として3回やった中でのチャレンジが、はい、よしよしよし、一応10万点いったからいいや。よし、で一応この画面で終わらそうかな。もうこの次の画面で終わらそう。でも、うん、もうちょっとでもタイムを早くしたら11万点はいきそうな気がするんですけど、どんどんとねボーダーラインが上がってるので、まあでももうちょっと頑張ってみようかなとは思っております。ということで今回はランキングダンジョンのわらつみ杯降臨じゃなくて、わらつみ杯同キャラ禁止に挑戦してみました。ね、覚醒バステトもまあいけるみたいなんですけど、自分はバステトより、うん、読みドラの方が早くできるかなと思っているので、読みドラでまあもうちょっと挑戦してみようかなと思います。なかなかね、王冠がね 10% はね入れるんだけど、なかなか王冠の 1% が難しいので、でももうちょっと頑張ってみたいと思いますので、皆さんも一緒に頑張っていきましょう。ということで最後までご視聴ありがとうございました。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録をすると最新動画が見つかりやすくなりますので、パソコンの方は右上のボタンをクリック、スマートフォン、タブレットの方は下の登録ボタンから登録お願いします。ではでは、次の動画でお会いしましょう。